日の出、日の出最近見てないわおー来た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 、よかったよかった、うん、日の出見てないな。日の出見えないか、高さ的問題で日の出が見えないんだな。あの建物があるから見ようとしても日の出ってそう見れるもんじゃないのか。高いビルとかに住んでる人は、高いビルっておかしいか、高いマンションに住んでる人とかは日の出見れたりすんのかな。日の出見たくはないな別にちょっと見たいわ。僕くん、お、明日はおじさん家にお坊さんが来るんだ。お坊さん、その間遊びに行かないでちゃんとここにいるんだよ。なんでお坊さんが来るの。明日はね、おじさん家には昔男の子がいたんだけど、あやっぱりその子の命日なんだ。僕くんの家でもおじいちゃんの命日にはお坊さんが来ることあるでしょ。うん、じゃあいただきます。いただきます。みんなうつむいてたな。ちょっとごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私今日鷺の里に手紙出しに行くけど。あ、そうだ、手紙。他に何か用事あるかな。あ、行くの。じゃあ山下さんでみりん買ってきて。了解。手紙出しに行くんだ。へえ。でやっぱ鷺の里っていう、あの部屋の窓から見える場所に多分お店があるんだろうな。八百屋とかコンビニとか。コンビニはまだないか、東京で初めてできたくらいだからさすがにないか。明日お坊さん来るのか。やっぱ亡くなっちゃったんだな、何かで。なんで亡くなっちゃったんだろう。あんま詮索しない方がいいか。てか朝顔は水あげ続けた方がいいのこれ閉じたらウケるけどね閉じるパターンも見てみたいな。枯れるんじゃなくて閉じるっていう話しかけよう、カウルおばちゃん。大事な大事な手紙バカにしてんだろ、ね、その歌何の歌え大事な手紙の歌。大事な大事な手紙、大事な。なんかね、あのお坊さんが来るっていうからちょっと何悲しい感じかなと思ったけど、お母さんは結構前向きだね給食のソフト麺って脂っこくてお腹痛くならない。いや好きだな俺は。あれ、なったことないな。でも僕ソフト麺好きなんだ。好きなのかよ。3時間目ぐらいから匂いがしてくるんだよね。給食のあの安っぽいっていうのかな、安っぽい麺大好きだな。おお、ニュー、こんなとこにニューがいんのか。来てみるもんだな、懲りずに。あー、鶏に話しかけた。くそ、あれを取りたい。なんでしょう。ゲット、黒しじみ。なんか基本っぽいの取ったな。結構初期の方で手に入れるような。お坊さんか。でも季節的にお盆だからね。いるかな。タコはまだできてないっけ。タコはまだできてませんもうちょっとだけ待っててくださいね。早く動画上げろと。早く動画上げてください。タコはまだできてます動画まだできてません動画まだできてません。よし、じゃあ今日どこ行くか。なんかやり残したことあるっけ。まあタコは、タコができ次第タコ揚げに行きたいけど、まあ今日もいつも通りカブトムシを取りに行こうかな。クワガタしか取れてないけど今のところ。いや強い虫を取りたいんだよね。なんかニュース、昨日ニュース見たら、あ、現実の方でね、現実の方でニュース見たら、何クワガタかな、なんか結構有名なカブトムシかクワガタがかなんかが、なんか少なくなってきたみたいな話を聞いたな。ひなんちゃらクワガタ、覚えてない。そもそも詳しくないから覚えられなかった。うん。
お墓ここら辺にあるのかな。そうするとそういうわけではないのかな。この木ってさ、濡れるの？あ、これダメなんだ。マジか。あ、完全に忘れてた。そういえばこっちに橋を作ることを忘れてた。そうだそうだ、あぶね、来てよかった。こっちそろそろ切れんじゃない？3回目まだダメか。結構かかるんだな。じゃあ明日も忘れないようにしないと。よし、じゃああとは、あ、ここも無理かな。あ、基本あの木だけなんだ今のところ。マジか。まあ、この木を切りに来るってのは絶対やるとして、で今昆虫全部弱いから強いのを取りに行きたいな。どっちから行った方が近い？こっちか。地蔵を左。いや、いいね、セミの鳴き声。うるさいけど、まあ、夏っぽくていいよね。セミいなかったら逆に気持ち悪い気もするけど。こっちかな。そうそうそう。これで、こっち。意外と覚えてるな。そして、いるか？なんか、お肉は以外にして。何もいない。いないのか。木を蹴る。来たー！マジか！やった！ノコギリクワガタ！よっしゃ！ついてるな。もう一回切って、もう一回。さすがにもう無理か。あ、無理か。じゃあ砂糖水を塗るか。よし、これで、オッケーで。どうすっか、森ん中ちょっと歩いてみる？新種を探したい。いないか。そうだ、こっちに滝があるんだよね。いたいたいた、新種来てよかった。やっぱりいたな、いると思ったよ。ほいほい。違う、それはニューじゃないぞ。いりません。よいしょ。何でしょう。ゲッチュ、スズグロシチョウゲット。魚も釣るか。魚はいいか。主以外に興味はないからな。で、こっちは相変わらず来れないと。釣りもできないんだよね、ここ。そういえばさ、主、うわー、夕方早えな。早っ。マジで移動しすぎたか。主を釣るにはなんかさ、あ、なんだ？このひび割れ型ポンの木がクヌギかな。ここもいいんだ。よっしゃ。じゃあここにもなんか上の方にニューいたぞ。今なんかいるかな。なんかいる？いないか。切ろうじゃない、蹴ろう。斧で切ったらすごいことになりそうだけどね。よし、2箇所に濡れた。今上の方にニューがいたんだけどな、飛んでっちゃったな。戻ってこないかな。無理か。お父さん来そうで怖いな。さすがにまだ来ないか。じゃあカブトムシというかクヌギの木2本と、ここの道下と上に1本ずつあるって覚えとこう。そして秘密基地に行きたい。行けっかな。途中でエンカウントしそうだな。敵みたいな扱いだけど。いやいや、移動すると多分時間が10分とか、ゲーム内では10分とか20分過ぎるんだろうね。うわー、やばい。うわー、はい、今日の早くない？今日動きすぎたな。晩御飯ができています。もう、いやー、
ゴール前でやられた気分だ。じゃあいただきます。いただきます。魚があるな。今日は朝も夜も魚だ。早えな今日。今までの一日の中で一番早かったと思うぞ今日は。一日のスピードが。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば今日詐欺の里に行った時のお土産があるよ。なんだなんだ。なにケーキ。というわけでこの後縁側に集合です。縁側ということは なに僕くん浴衣着ようか。浴衣あるんだ。お、来た。音楽来たぞ。やっぱりか、花火だ。夏だ。なんかちょうだい。じゃあこれ。おお、足に落ちるぞ。いいね、家族で花火。風鈴の音。煙が目に入っちゃったよ。あるある。しょんぼりしてんな、なんか。はあ、また明日が来るな。なんか夏休みってそんな感じだよね、なんか。また明日来るわみたいな。あ、終わった。夏休みの夜ってなんか寂しいよね。うん、特に後半なんかね、こんなに休みがあるって状態からどんどんこれしかないって状態になってく瞬間が嫌。でさ、なんか主を釣るには毛針を作らなくちゃいけないってなって、大きい毛針。それでなんか犬の剣棒の毛みたいのが必要って言われたけど、剣棒の毛じゃダメなのかな。いけそう。ごめんね。あ、いけそう。えい。あー、乱暴。噛まれるぞ。かわいそう、剣棒。もういっちょ。ケアをしないと、ケアを。あ、怒ってるわ。さすがに怒ってるわ。抜け毛じゃダメなのかな。まあいいや。これお父さんに渡せばいいのか。お父さん。そういえば納屋にしまっておいた斧がやべ、バレてる。なくなってるんだよね。まさか月のアグマがやってきて持っていったわけじゃないし。知らない。知らない。今日の晩御飯は鈴木のムニエル。ムニエルか。巾着煮と冷ややっこと。全部おばちゃんの好物でした。へえ、自分の好きなもの作れるのいいよね。花火をバケツのお水に入れる時の音ってウルトラマンみたいだわ。シュワーって。そんなシュワーとは言わないでしょ。ジュジュジュン。あ、でもそういう音っすか。よくよく考えればそうかもしれない、うん、ちょっと気になったんだけどさ、あの、この状態で外行ったらまた来るのかな、お父さんは。これできたらもう今後はやらないですよ。今後ここに来ることはないですよ。ほら、僕。すごいよね。あ、眠くなっちゃった。やべえ。やばい。僕くん。やばい。寝坊する。寝坊するぞ、これは。でも確認したかったからちょうどいいね。おやすみなさい。うん、果たして寝坊するのかっていうのを確認できるからよしとしよう。今日なんて書くかな。あ、でも花火やったから花火は絶対書くだろうな。
どうだ。やっぱりね、線香花火の輝きは小学生だってそれなりに悲しい。儚さをじっと見つめる。やっぱ悲しくなるんだ、子供でも。あの感じは。あの切ない感じは。よし、寝よう。おやすみ。他の動画または新しく投稿された動画をいち早く見たい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリッククリッククリックサンダークリック。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしく、よろしく、よろしく。